こんにちは、デクムセです。今回はドラッグ、薬物ですね、について話します。チョコレートからヘロインまでという本があるんですね。これをまあメインで話そうと思うんですよ。これはね、アンドリュー・ワイルっていう人とウィンフレッド・ローゼンっていう人の共著なんですね。まずね、アンドリュー・ワイル、この人はね、薬物の専門家、研究者なんですね。ハーバード大学を出て、アフリカの砂漠から南アメリカのジャングルに至るまで世界中の薬物を使用する文化圏を巡った、まあ、ドラッグマニアなんですね。で、自らの経験に基づいて、記述しているって言って、お前もやったんかいっていう話なんですよ。で、ウィンフレッド・ローゼン、この人は彼女なんですけど、元高校教師ですね。で、自らも60年代にヒッピーをしてたんですね。で、自らのドラッグ使用体験から語ってるんですね。ということで、かなりね、信憑性があるわけですね。で、ではね、薬物、ドラッグとは一体何なのかっていうことですよね。で、この2人のね、専門家がね、こういうふうに言うんですね。食べ物、薬物、毒物にね、明確な区分はないんだっていうんですね。同じもの、同じだっていうわけですよ。砂糖、チョコレート、コーヒー、お茶などなど、そういったものにも興奮剤と同類の化学物質を含んでおり、中毒性を持つと。アルコール、マリファナ、フェロイン、コカイン、覚醒剤、こんなものはね、何ら、変わったことないっていうんですよ。脳に与える影響、ハイになったり、リラックスできたり、幻覚を見たりね、幸福感を感じたりね、そういうのが大きいか小さいか、中毒性やね、人体に対する毒性の値がね、違う、ただそれだけ。もっと広く言うと、脳に影響を与える、っていうことであれば、自分の脳が作り出すか、それとも他の物質を体内に取り込むことでその脳に影響を与えるかの違いをね、一緒と見るとね、例えばね、音楽であるとかね、テレビ、映画、小説、スポーツや格闘技、レースなどの観戦、漫画、瞑想、セックスなどなど、まあこれ全部脳に影響を与える物質がね、関係しているっていうことであれば同じことなんですよね。全部ね、脳内のね、神経細胞に化学物質が作用しているっていうことなんですよ。もっとね、詳しく言うとですね、脳の中の、神経細胞のレセプター、これ受容体なんですけど、その受容体にですね、もし取り込んだとすれば、その薬物の分子が、もし自分が作ったとすれば、その分子がね、適合するんですね。そのレセプターに差し込まれるわけですよ。で、そのレセプターはね、差し込まれることによって電気信号を発生して、まあそのハイになったり、リラックスしたり、幻覚を見たりね、幸せになったり、そういう風になるわけですね。で、ここでね、不思議なことがあるんですね。比較的最近、人間が完全に人工的に作ったドラッグっていうのがあるわけですよ。でね、その人間が新しく作ったはずのドラッグに適合する、そのレセプターの鍵穴にカチャってはまるね、ドラッグの分子があるわけで、ということはね、先回りして脳の中にね、その新しく将来作られるであろうドラッグの鍵と合うものがもうすでに先回りしてできてるっていうこともあるらしいですよ。そして、まあこの2人がね、この本の中で言いたいことは、ドラッグをなくすこと、この世からなくすことは絶対にできないっていうわけですよ。だったらね、特に若い人とか、そういう人をどうやってドラッグからね、守るか、ね、そういうことがこの人たちの興味があるところなんですね。で、まあ付け加えて言うと、完全主義っていうか、潔癖主義っていうんですかね、もうこの世にね、もう善良なもの以外いらないみたいなね、人がやっぱりいるんですけど、それね、本当にその文字通りそれを行って反動が来ない人っていうのは本当に少ないと思うんですよね。
何百万人何千万人に一人ぐらいしかいないと思うんですよ、そういう人。ほとんどの人がね、やっぱそういう禁欲主義の反動を食らうんですね。周りの人もその反動を食らうんですね。だからね、やっぱりね、人間にはね、多少いるっていうわけですね。パチンコ、ギャンブルとか、まあお酒、タバコ、そういうのが、まあガス抜きですかね、そういうのを必要としてる、やっぱり欠けてるっていうことをね、認識する必要があるんですよね。そしてアンドリュー・ワイルとウィンフレッド・ローゼンが言うには、薬物のね、使用とね、乱用はね、はっきりとね、区別しないといけないっていうわけですね。で、乱用がいけないっていうわけですよ。で、まずね、じゃあその乱用防止にはどうしたらいいのかっていうと、人々、とりわけ若い人たちに彼らの欲求や欲望を薬物に頼ることなく満足する方法を教えないといけないっていうんですね。で、次に、いかにして薬物と良好な関係を保てるかを教えること。それはね、認識と練習だっていうんですね。認識っていうのは、まあその薬物がどういった効き目があってね、どういった毒性があって、どういうような依存性があって、副作用があるのか。で、もしそれが違法なドラッグだった場合、それがいかなるリスクがあるか、そのリスクがいかに家族にまで及ぶか、そういったね、知識、認識を教えないといけないというわけですね。そしてね、練習、これね、重要なんですね。例えばね、日本人はね、お酒を飲みますね。ほとんどの人が飲みますね。実はね、アルコールってものすごい危ないドラッグなんですね。副作用とかね、健康被害とかね、の毒性ですね。そして依存性。だからね、もしこれがね、日本だから普通にまあ飲まれてるんですよ。それは何千年も日本人がね、そのドラッグであるアルコールを摂取してきたんですね。で、そこでね、アルコールをまあ安全に、比較的安全に摂取する技術を持ってるからなんですね。で、これがね、ないね、民族もいるわけですよ。例えばね、ネイティブアメリカンなんですよ。北アメリカとかにね、いたね、まあ南アメリカもかわな、インディアンの人たちはね、そのアルコールを飲むっていうね、習慣なかったんですよ。そこにね、白人がね、アルコールを持ち込んだんですよ。そしたらどうなったか、社会がね、本当に壊れてしまったんですよ。もちろん死者も出てますよ、多数のね。こういうことになるんですね。ちなみにね、アルコールのところで言うとですね、アルコール中毒者が、片親もしくは両親ともアルコール中毒者の家族、家庭から生まれやすいことはよく知られていることだが、両親とも絶対禁酒の家庭からも生まれやすいことはあまり知られてないっていうんですね。だから先ほどのね、禁欲主義ってやっぱりね、どこかね、無理があるんですよね。で、プラス、そのお酒を飲む技術も両親から教わらなかった子供が、そのアルコールの飲み方を教えてもらえずに、アルコール中毒になってしまったっていう例があるんですね。それではね、個別のドラッグのことをね、話していきましょうか。今ね、何かと話題のコカインですね。コカインはね、19世紀には万能薬ってされてたんですよね。で、コカインはね、木から取れるんですね。木の葉っぱなんですね。で、これ南アメリカに生えてるんですね。だからそこのまあインディアンたちはね、そのコカの実をね、興奮剤ドラッグとして噛むんですね。噛んでその汁でね、を服用してるわけですよ。ただね、この人たちはね、長いことそのコカをね、摂取して、その摂取する技術をね、持ってるので、そんな悲惨なことにはならないんですね。それでね、面白いのはね、コカ・コーラなんですね。コカ・コーラは最初ね、コカインがね、入ってたんですよ。で、その後ね、まあそのヨーロッパの人とか、まあ欧米人の中で、そのコカイン中毒者が出て社会問題になったので、その後、製品の中の成分からコカインを取り除いたんですよね。
次にね、アヘンですね。なんかあの日本人はほらアヘン戦争のイメージがあるので、アヘンってものすごい恐ろしいドラッグのように思いますけどね。ただね、あの実際にはね、あのアヘンはね、アルコール中毒者のアルコールに対する渇望と何ら変わることがないが、もっと中毒性のあるドラッグ紙巻きタバコに対する渇望ほど強くないっていうわけですよ。そしてね、合法的にアヘンの常習を維持できる人は大抵中毒者とはなっていてもノーマルな生活を送っているっていうんですよね。で、医者や看護婦のアヘン中毒者の記録は無数にあるが、外面的にはノーマルに思われてたし、職務や社会的責任もちゃんと果たしていたっていうんですよね。それでは次にマリファナですね。マリファナはね、コーヒーお茶以上の毒性はないっていうんですよね。害はないっていうわけですね。アルコールやタバコより、毒性も低いし、依存性もまあそれはあるにはあるが低いっていうんですよ。で、まあこれ、このマリファナっていうのがその出るあの症状っていうんですかね、効果っていうのがね、多種多様っていうわけですね。興奮する人もいれば、うつ的になる人もいれば、効果がない人もいれば、幻想を見る人もいるっていうんで、で特にね、やっぱり個人的な要素とかね、それを何のためにするのか、本人のその欲求と、あとその環境、どういう場所でそのマリファナを吸ってるのかって、そういうのが影響するっていうんですね。こういうふうにね、まああの、まあ、毒性は低い、依存性は低いというがですね、これもね、安全に使用するためにはね、技術がいるんですよね。で、あの日本にはね、そういうね、マリファナのドラッグカルチャーはまあないですよね、一般的にね。だからこれをいきなり日本で合法化してね、解禁した場合はね、もちろん深刻な問題が発生する可能性が高いわけですよね。ここらでまとめますと、ドラッグ、薬物はね、それ自体よりもその人の性格とかね、文化的背景とか、そのドラッグに何を期待するかとか、その環境などにねよるものの影響が大きいわけですね。本当にね、ここがポイントなんですよね。やはりね、そのドラッグの毒性よりむしろね、それを必要としてる人の心の闇の方に問題があるんですよね。あとはそのドラッグを使う技術とか文化の問題になるんですよね。いや、ただ誤解しないでほしいんですけど、私の言ってるドラッグっていうのは砂糖とかね、お酒とかね、合法ドラッグも含めたドラッグのこと言ってますからね。もちろんね、違法ドラッグなんかはもう絶対ダメですよね。それはね、法律で禁じられてるからダメなんであってね。まあそのドラッグをしないに越したことないですよね。ってことで、ドラッグカルチャーの話以上です。ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。さようなら。